ども。本日はお知らせです、はい、鈴木マックスグルメ公式のヤフーオークションアカウントを設立いたしました、はいはい、通称ヤフオクですね、はい、皆さんもヤフオクヤフオクということで皆さんご存知かと思いますけれども、今回このヤフオクアカウントはですね、はい、通常当社の SWK としてはオンラインネットショッピングというのが、はい、きちんと当社の会社のホームページにございますので、そことはちょっと切り分けをさせていただいて、ヤフーオークション、例えば、アウトレット品ですね、はい、それ例えばアウトレット品といいますと、アウトレット品といったら、はい、お客様から普通の、お代をいただいて販売できないものです、はい、ただこれぐらいちょっと傷が入ってて、まあ、これをね、検品で跳ねて、まあ、捨てちゃうのはちょっともったいないなっていう、そうですね、はい、そういったものを、まあ、破格値で、はい、皆さんに、まあ、認めていただける金額 で、 そうです、ね、購入いただければと思っておりますのと、はいはい、あとは、まあ、レアなものも、ね、はい、あるわけなんですけども、はい、で今はネットショップでもう終わっちゃったよっていうところで、はい、あ、はい、止まっているものもですね、デッドストックとして、ね、そうですね、少し個数が、はい、あったりですとか、動きそういう掘り出し物もレアなものがあります、はいはい、あとは非売品ですね、そうですね、はい、こういったものもやっていきたいなと、はい、うん、そういうふうに思っております、はい、まあ、アウトレットっていうと大まかな作りになりますけど、はい、まあ、そういった製品が、はい、ございますのと、あとは、まあ、ヤフオクといえば、まあ、中古パーツというところでですね、はい、例えば当社の開発でちょっと使用した市場用の、はい、何か部品であったりとか、はい、まあ、性能、今後使っていただく上での性能は特に問題はないんですけれども、はい、まあ、処分するのはちょっともったいないな、はい、かといってお客様にお代をいただいてその店頭で販売することもできたいなというようなものをですね、まあ、本来 の、 ヤフオクションの、ね、本来の意味合いみたいなところかと思いますけれども、はい、そ中古パーツもあればですね、はい、随時、はい、アップロードしていきます、はい、ですのでこれに関しましては都度何か YouTube で告知をしたりとか、こういう製品を出しますというような発表をするわけではなくてですね、本当にこう私たちが日常をこうやって業務をやっていく中で、あ、これはじゃあちょっとヤフーオークションの方でっていう判断になったものを都度、はい、アップロードしていきますので、概要欄の方にですねアカウントは掲載しておりますので、時々ちょっと覗いていただいて、はい、何か掘り出し物がないかなとかですね、はい、でこれも もちろん33だけではなく32であったり31であったり、ワークスいろんなこうパーツがですね入り混じって出てくると思いますので、時々覗いていただければと思います、はい、で実際これ動画もアップロード時点でですね運用はスタートしているんですけれども、はい、今回あえてこの動画でお届けするのは先取りしておりましたこの後に続く動画ですね、はい、目玉商品、はい、もうこれは驚いていただけると思いますけれども、まあ、サムネの方でもですねちょっとちらっと出していると思いますが、今回の目玉ということで、はい、社長のいろいろ思いとかそういったところも実はもう前撮りしてまして、それだけを出そうと思ってたんですけれども、はい、ちょっと、補足ということでこの動画を付け足しておりますので、はい、この次の動画でぜひその目玉商品ご確認ください、はい、ということでどうぞどうぞ。お久しぶりの動画ですね、はい、久しぶりですね、はい、では朝から出社するのもちょっと、はい、まあ、3週間はい、今日は2月の16日でございます、はい、実はですね実はちょっと不在の期間がございましてですね、はい、ちょっとFacebook 等ではご覧いただいてた方もいらっしゃるかもしれませんけど、ちょっと一時ですね、そうですね、はい、治療ということで、そうですね、若干不在の期間がございましたので、動画自体は久しぶりにということでございますけれども、はい、復活一発目ということで、しました、今日はちょっと、はい、大きい話題のですね、動画をお届けいたします、はいはい、まあ、新商品とかそういう話ではなくて、今日は今ここにございます、はいはい、ZC33S 用の WR ウィングですね、はい、現在は受注をストップ、ちょっとコンプリート化を優先させていただくということで、はいはい、受注停止させていただいている商品でございます、はい、でさらに、はい、ちょっとカメラ越しで伝わるかどうか分かりにくいかもしれないですね、はいはい、ゲルコートではなくて、はい、よく見ていただくとですね、この、綾織のカーボン、はい、弊社のデモカーにつけているものと一緒ですね、はい、そうですね、の製品になりまして、はい、これは販売のために製作をしたわけではないんですけども、はい、まあ、もう1台デモカーをですね製作する予定でして、これ1台こう分作って、で実はその温めてたわけなんですけども、はい、ちょっとまた計画が変わってしまいましたもんですから、はい、じゃあどうしようっていう中で、はい、定価もない商品っていう定価もない商品、もともと販売する予定ではないですもんですね、定価もない商品です、はい、過去ですから弊社のデモカーと、あと刀エディション、はい、ね、あれも要はデモカーですから、はい、デモカーです、はい、デモカーを最終的にはお客様に販売したわけなんですけども、 そうですね、その2台しかこう世に、ね、出してないと、世に販売して出してるのはその1台だけの、そうですね、刀エディションだけです、ね、そうです、もう1台はデモカーとしてもう1台デモカーですから弊社にあるわけなんですけど、はい、それを除き
ですね。はい、一つ単体としてあるわけです。はい、まあ、定価をつけようものなら商品が取りになる、そういった商品というものですね、はい、まあ、商品と言っていいのかもちょっと分かりませんけれども、はい、今回ですね、はい、この貴重な、まあ、ちょっと本来デモカーで装着する予定だった WR ウィンをですね、はい、この1本しかないんですけれども販売をさせていただく、ね、ということになりました。いろいろ協議した結果ですね、はい、なりました、はい、まあ、定価を作ってネットショップで販売しようかとか、いろいろちょっと考えたんですけれども、はい、なかなかちょっとこう条件もですねこう平等に揃わないところもございまして、はい、今回はですねヤフーオークション、はいはい、こちらの方でこの商品1本限定ですね、はい、でもちろん事前告知として、何月何日からスタートして何日に終わりますということもこの後、お伝えしますけれども、はい、販売をさせていただきます、はいはい、購入していただいた方がですね、うん、そのお客様の車両につけていただくというちょっとお約束と、うん、はい、ね、まあ、例えば転売であったりとか、うん、そういったところに関してはもうしないというお約束の下でですね、はい、販売させていただきます、まあ、もちろんの最終的に落札いただいた方には、個人情報のやり取りもございますので、はい、どこのどなたというところはですね、分かった中での販売させていただくことになるんですけれども、もちろんこれ例えば購入いただいて店舗で店頭で取り付けるというのももちろんありですし、北北海道からですね、はい、もう遠い地でもう自分でつけるよというお客様に関してはもそれはそれでもちろん選択肢になると思います、ね、あくまで商品代金だけの、出品価格ということで、はい、スタートするということですね。いました、はい、このクリアもですねもうすでに終わっておりまして、そうですね、はい、デモカーにつける、まあ、弊社のデモカーにつけているものもですね、まあ、通常よりも、厚めにクリアって、はい、塗ってるわけなんですけども、こちらも同等の仕様に仕上げておるわけですよ、ね、ツヤッツヤッてますけど、はい、私たちも今回はちょっと紹介にあたっては、はい、白い、まあ、今では見えないと思うんですけど、はい、私はこれですねちょっとなんか節操がないような仕様に見えますけど、はい、これ一応トーレのですね、はい、多分2000円くらいするんですよ。いや本当に高いやつですね。宝石を扱うその、はい、手袋ということで、はい、ショーケースをもともと触ったんですね。そう、はい、それで案内するために買ったんですけど、実際こう手に取ってね見たわけじゃないですから、はい、なんかねちょっとどうなのかなって素手でどうなのかなと思うんですけど、はい、実は高級な手袋でね、はい、私はもうこれを持ってるか、多分この距離だと言わなければ分からないですけど、分からないかもしれないですけども、これ1枚何円で使うビニール手袋になってますんで、はいはい、まあ、ただね、見た目だけでもね、そうですね、まあ、指紋とかなるべく汚れをつけないためにということで、はい、やっております。せっかくですので、ちょっと少しカメラを寄せて、はい、商品をですね、もうおなじみの WR、もうテカテカして、ちょっと見えちゃいますね、これ。ちょっと映らないように、はい、もうテカテカしてですね。はい、社長の顔が反射して映ってるみたいになってますけれども、はい、こういう感じです、ね、はい、でこちらもですね、よろしいですか、私オークションも、はい、なるべく短い期間でやりたいと思うんですよ。っていうのは、はい、やっぱりそのこの動画を、日頃からやっぱり、見ていただけてるお客様に、はい、喜んでいただきたい、ね、だから長くあれ最長何日でしょうかね、1週間とか7日とかでいけます、ね、7日間、ね、7日間って言いますよね、はい、最短は何日でしょうか、2日、2日、あ、じゃあ最短2日でいきましょう、はい、ね、は金曜日の夜アップの日曜日終わりぐらいで考えております。あ、もうガンガンちょっと設定も高い金額で売るっていうのが目的じゃなくて、はい、もうやっぱり普段からこう YouTube を、ね、ご覧になっていただいている方が、そうです、ね、あ、欲しかったんだっていう、ね、はい、さらにやっぱりこういったレアものっていうのは、はい、やっぱりそういった方にね、はい、購入いただいて装着いただきたいっていう気持ちがありますもんですから、ね、ということで気になるまず出品価格ですけれども、うん、はい、これもいろいろじゃあもともと制作費であったりとか細かい話をしていけばですね、非常に高額になっていくんですけれども、はい、今回はあくまでそういう私たちも高値で売るための企画というものではなくですね、うん、本当にこの当社のウイングを愛していただけるお客様、はい、このカーボン、ね、この世に今3本のうちのこの1本という、うん、これをどうしても買い付けたいという熱い情熱を持っていただけるお客様に、つけていただきたいという、うん、そういう趣旨でございますので、はい、まず出品価格、スタート価格を FRP のウイングと同等に合わせまして、そうですね、FRP の金額が今それ売れないのに、はい、それよりも、ね、安値で止まってしまうとちょっと我々はちょっと悲しいかな、ね、と思いますから、はい、まあ、それ以上のコストはかかっておりますけれども、ですからもうそこで売り切はもうね、はい、FRP と同じ金額で売り切りと、ね、はい、そうですね、あとはもう所有の価値としてはもうお客様がつけていただくと、はい、そうですね、ということでお願いしましょうか、はい、ですから10万5000円スタート、15000円スタートでの出品となります、はい、はい、
で、送料はいかがしましょうか。送料は梱包箱が非常に大きくなりますそうですね、はい、まあ地域によって変わってはきますよね。地域ね、もちろん北海道が一番高額な送料になるかと思います。そうですか。それに関してはまた別途じゃないと、ちょっと、まあ、福岡で買った方も、うん、じゃあ、北海道のなんか稚内で購入された方も、まあ、値段が一緒になってくるとね、ちょっと難しい。そうですね、できますもんですから、はい、では送料は落札地域に応じて、はい、決めさせていただく、ね、ということになりますけれども、はい、まずはこのウイングをつけたいっていうその情熱をですね、はい、お客様からいただきたいなというところで、まあ、入札の数にそれが比例してくるのかなとも思いますけれども、でこういうのも結構楽しみですね、なんかね。そうですね、実際どうなるか本当にわからないですし、はい、もしかすると11万円で終了みたいなのがあるかもしれませんのでそれはそれでですね、仕方ないと言っていただきませんけれども、はい、またそれも楽しみなところでございます、ね、はい、本当に大事に大事に今まで温めてきたこのリンゴをですね、はい、お客様につけていただけるということで、またイベント会場等でですね、そういった車両を見れることが出てくるのか、はい、またまた地元のいつもご入庫いただいているお客様になるのか、はい、ちなみに、当社スタッフの朝とはですね、買いたいと先ほどずっとこれを眺めておりましたけどそうですか、はい、そこはどういう判断になるか分かりませんけれども、まあ、社員も欲しがるぐらいですね、はい、手に入らないようなウイングでございますので、この機会にですね、ぜひ、ね、お願いしたいと思います、まあ、機会に関しましてはテロップの方でこちらに今掲載しておりますので、この期間内での出品開始および落札ですね、出品終了まで即決価格はございません、売り切りになりますので、最終的に一番高値をつけていただいた方が落札者ということになりますので、よろしくお願いいたします。はい、ではいよいよこのリングが旅立つのももう間もなくということで、まあ、丁寧に梱包してですね、はい、発送の準備の方に努めていきたいと思いますので、また今後弊社のネットショップ等も含めてよろしくお願いいたします、はい、ということでこれでお別れです。さよなら。